平成30年台風第21号は2018年8月28日に発生し9月4日に日本に上陸した台風25年ぶりに非常に強い勢力で日本に上陸し近畿地方を中心に甚大な被害を出した8月25日頃にマーシャル諸島近海で形成した低圧部が27日9時に熱帯低気圧に発達 合同台風警報センターは、同日11時に、熱帯低気圧形成警報を発し、18時に、熱帯低気圧番号 25W を不満した。熱帯低気圧は28日9時、南鳥島近海の北緯15度25分、統計157度00分で台風となり、アジア名、JB と命名された。21号が8月に発生するのは1971年に、 次2番目に早い発生である。8月に発生した台風の数は9個となり、これは1951年統計開始以来2番目に多い数である。台風は早いペースで発達し29日には暴風域を伴い、同日15時には強い勢力に、30日15時には非常に強い勢力に、そして31日9時には猛烈な勢力に発達した。 台風は、精神し、9月2日17時に、台風はフィリピン大気地球物理天文局の監視領域に侵入したため、フィリピン命命名と命名された。その後も高知県の一部を暴風域に巻き込みながら北上し、非常に強い勢力を維持したまま4日12時頃、徳島県南部に上陸した。上陸時の中心気圧は950ヘクトパスカル、最大風速は、 秒速45メートルで非常に強い勢力のまま上陸するのは1993年の台風13号以来25年ぶりとなる。同日14時頃には兵庫県神戸市付近に再上陸した。台風は上陸後さらに速度を速めて若狭湾を抜け、五日くじに間宮海峡の北緯47度、統計139度で温帯低気圧に変わった。 自己解析でも非常に強い勢力で日本に上陸したと解析され、25年ぶり非常に強い勢力での日本列島上陸は正式記録となった。台風の接近に伴い、近畿、東海、北陸、北海道を中心に記録的な暴風となった。最大瞬間風速は全国927の風の観測点のうち、近畿で33、北海道で22、 東海で21、北陸で12など合計100の観測点で観測史上最大値を更新した。和歌山市では秒速57.4メートルの最大瞬間風速を観測し、1961年の第二室戸台風時の記録を超える観測史上1位の値となったほか、大阪市で観測した秒速47.4メートルの最大瞬間風速は、 半世紀ぶりの記録となった。また、大阪湾と紀伊水道の沿岸では、記録的な高潮となり、6地点で、それまでの観測史上最高潮位を超え、このうち大阪と神戸では、第二室と台風時の記録を超えた。この高潮は、気圧低下に伴う、水揚げ効果と強いハエによる、吹き寄せ効果によりもたらされた。気象庁では、台風が接近する前から、大阪湾では、 第2室と台風で記録された最高潮位に、匹敵する高潮になる恐れがあることを発表していた。ウェザーニューズの調査によると、この台風では、危険半円と呼ばれる台風の進行方向右側で、停電が集中して発生しており、その地域で暴風になったとみられる。一般に、台風の進行方向右側では、台風に吹き込む半時計回りの風と、 台風自身の進行速度により、左側よりも風が強くなる。またこの台風は、1950年のチェーン台風や第二室戸台風とよく似た進路をたどっている。秒速58.1メートル、関空島。 秒速57.4メートル、和歌山秒速55.3メートル、室戸岬秒速51.8メートル、友ヶ島秒速51.2メートル、熊取秒速50.3メートル、日和佐秒速48.8メートル、川の幾田秒速47.9メートル、鶴河秒速47.4メートル、大阪秒速46.3メートル、 セントレア秒速46.2メートル、彦根秒速45.8メートル、南紀白浜秒速45.3メートル、神戸空港秒速45.0メートル、大汗329センチメートル、大阪316センチメートル、五坊233センチメートル、神戸203センチメートル、淡雪202センチメートル、名古屋201センチメートル、 和歌山 194cm、室戸岬 179cm、丹野は 174cm、須本 173cm、串本 168cm、小松島 167cm、高松 165cm、宇野 164cm、白浜 152cm、色先気象庁の資料をもとに最大瞬間風速は、 秒速45メートル以上、最高潮位は150センチメートル以上を観測した地点で作成。日付は全て9月4日。最高潮位は、従前は3時間を平均値であるのに対し、上記の潮位は短周期成分を除いた3分間平均値である。また県庁所の観測のほかに土木学会による後日の調査による波の高さでは、 大阪南港と兵庫県芦屋市で6メートル以上、大阪府堺市で5.4メートル、兵庫県相本市で5メートル以上、和歌山港で4メートル以上に達していたことが判明した。以下は2019年8月20日13時現在の総務省消防庁による被害状況の集計である。死者はいずれも強風による転落、転倒や被害物に当たったことが原因とみられる。 大規模な停電交通インフラライフライン関係を除く。農林水産省はこの台風による農林水産関係の被害額は2018年12月7日時点で442億円余りに上ると発表した。うち農業用ハウスは206億円を占めている。農作物などにおいては東北、北海道など各地で果樹の落下や飼料作物の 東北被害が発生。青森県弘前市では、リンゴの落下。北海道では、飼料用トウモロコシやそばの倒北、和歌山県では、柿が落下した。映画館などの施設、百貨店では、終日休業が相次いだ。物流においては、前述の関西国際空港の閉鎖の影響で、電子部品等を航空便で輸出している日本国内企業が、 他の日本国内空港への輸送振替への対応に追われるなど影響が及んだ。日本損害保険協会の発表ではこの台風による損害保険の支払い額が1兆円を超えた。協会によると火災保険や車両保険などで個人や企業を対象にした支払いは2019年3月末までで1兆678億600万円である。この年の支払額は 東京、神奈川、静岡で被害が出た台風24号によるものも含め総計で1兆5694億円であり、これは前年度である2017年度と比較して8.4倍である。支払い件数、支払い保険金は見込みであり、支払い保険金は1000万円単位で、死者購入して算出しているため、各項目を合算した値と合計欄の値が、 一致しないことがある。ありがとうございます。